人との関わりの大切さに気づけたことですかね。人数が少ないっていうのもやっぱあるんやけど、なんかその先輩との距離がやっぱり近くて、いろんな技術を教えてもらえたりとか、あと先生との距離も近いので、いろんな知識も教えてもらって、なんか先輩と仲良くなると、なんか次こういうプロジェクトあるんだけど参加してみないみたいな感じで声をかけてもらって、そこでもまた新しいつながりができたりとか、本当になんか自分が世界が広がったなっていうのが、この大学来てすごく思います。クラスの人や先輩との交流が多いことです。入学してすぐグループ課題とかあって、仲が深まるのも早くてすごく楽しいです。また課題やイベントをに積極的に取り組もうとする雰囲気があるので、進んで学びやすい環境だと思います。はい、環境デザインはすごい学ぶ範囲が広くて、授業の中では建築物からパッケージとかロゴまで学んだり、あと作るものは建築模型からその実寸空間まで、すごい幅広いことを学べるので、みんなもすごい得意なこととか違うので、教え合ったりとか個性豊かで楽しいです。金沢はすごい現地学習が多くて、金沢ならではの町屋とかすごい歴史ある建物が多くて、そういうのを身近に感じながら学ぶことができる。はい、金沢は海や川という自然物に囲まれていて、また、町まで行けば人工物も多くあり、建物を見ることもできるし、住宅街に囲まれていて人々の交流もあり、とても温かい場所だと思います。なんか自分は結構自然から発想を得て、なんか建物作ったり内装を考えたりするのが好きで、受験の時になんか川の縁に建物を作るみたいなお題が出た時に、そういうのが活かせるなって思いました。次回、カナビの人ってどんな人？第2弾では、美大生はどんな1日を過ごしているのか、実際に生徒に1日密着したぞ。
リアルな一日が見れるかも。他にも癖の強い人にインタビュー、さらに美大生の持ち物調査まで。これは必見だ。